はい、こんばんは。キャンプ系 YouTuber の福です。いやー、今日は寒かったですね。皆さんの住んでる地域どうでしょう。私がいる愛知県はね、朝寒くて、昼間は長袖 T シャツ1枚でちょうど良かったけど、夜になってまた冷え込んできてね、上着がいる気温でしたね。今キャンプ場にいる人ってどうなんでしょう。山あいとかめっちゃ寒いんじゃないかな。まあでもそんな中で焚き火をしたり薪ストーブ使ったり暖を取ってね、美味しいものを作って食べるっていうのは楽しいんですよね。今日は無印良品さんのコラボの靴下、これの発売日になってるので、開発途中のですね、裏話なんか交えて話してみようと思います。はい、そういうわけで無印良品さんと一緒にメリノウールのね、重ねられる靴下を出したんですよね。今日は11月11日靴下の日ということなんですけど、この日に合わせてね、半年ぐらい前ですかね、コラボで靴下作りませんかっていうことで一緒に取り組ませてもらいました。まあ、これお話しいただいた時の一番最初の印象はね、正直靴下っていう感じだったんですよ。私自身がね、靴下にそこまでこだわりを持ってなかったので、だいたいどんなのでも一緒なんじゃないのかと、まあ、強いて言えば素材と薄さ厚みぐらいですかね、気にするのは。綿の靴下が普通でいいんじゃないかなとか、メリノウールの靴下ね、最近履く機会が増えたんでサラサラしてていいなっていうことでメリノウールを選びがちになってたり、あとは暑い時期だったら薄手の靴下、寒い時期はもうちょっと厚手のものっていうね、そのくらいしか気にしてなかったね。あと色ですね。その辺が満足できたらもうあとはお値段気にするぐらいなんで、まあ、ワークマンで買ったりユニクロで買ったり、そんなもんですよね。無印良品で靴下買ったこともあったと思うんですけど、ただ定期的にね、無印の靴下がいいなって買ってたことはないです。だからお話いただいて、まあ、さっきみたいにね、靴下ってなったんですけど、その無印の担当者さんたちはね、楽しそうなんですよ。なんだか靴下ってそんなにいいんですかみたいにいろいろ聞いてたら、無印良品ではこんな風にいろいろ工夫したりこだわりを持って靴下の開発をしてるんですっていう話を聞けて、聞いてるうちにね、なんだか面白くなってきたんですよね。まあ、普通の靴下作ってるんじゃなくて、なんかね、お困りごとを解決したいっていうところからいろんな靴下を考えて作ってると。先日出した動画の中では吉谷靴下さんでね、その話がされてたんですけど、その女性が履くね、スニーカーソックスよりももっと低いやつっていうのかな、あの靴下がパンプス履いた時も見えないようなやつ、そういうものがもともとあったけど滑って脱げちゃうと。私はもちろん履いたことないんだけど、確かにすぐ脱げそうだなって感じはしますよね。で、滑り止めでシリコンみたいのをつけてる工夫してるところはあるんだけど、そういうのなしでなんとかならないかっていうところに着目して、シリコンゴムみたいのはつけなくて履き口に滑りにくい糸をつけたりして開発したとか、綿の靴下の話もされてましたよね。あの綿の靴下って言って売られていても、肌が当たる部分はポリエステルになってることがほとんどだと。私もそうなのって思ったけど、表糸が綿になってれば綿の靴下として売ってるんでしょうね。でも肌が当たるところも綿にしたいよっていうところから三重にして、どうしてもねポリエステルの糸はいるんですって。中にあの伸縮のウレタンの糸が入ってたりするから、それを巻いてるポリエステルの裏糸がどうしても必要だそうなんですけど、それが肌に当たらないように表と裏に綿を配置するとか、こんなの靴下が好きでこだわってないと出てこないアイデアですよね。で、そもそも無印さんのあの直角の靴下の形ね、今回の取り組みで作ってる最中のね、サンプルの靴下とかも履いてたんですけど、まあとにかくずれにくいんですよね。あんまり気にしてなかったけど、普通の靴下ってこう斜めに曲がってるじゃないですか、かかとのところから。あれってやっぱりずっと履いてると少しずつ脱がそうとするというか、だんだん脱げてきやすい形なんですってね。まあでも確かにそうですよね。足が直角な形に近いわけですから、斜め
45度ぐらいの形の靴下履いて動いてたら、そりゃだんだん脱げてきますよね。でも吉谷靴下さんで聞いてると、多分直角の方が作るのちょっと大変そうなんですよ。でもそれはやっぱりやった方がいいだろうっていうことで、無印さんの靴下は直角になってるものが多いと。まあそんな話を聞いてたらね、やばい、この人たち靴下にかなり本気だなって思ったのと同時に、まあ、そんなこだわりの靴下会社さんでキャンプ用の靴下作ったら確かに面白いかもしれないって思ったんですね。基本的には世の中にないような靴下でキャンプのシーンに合うものを考えるっていうことだったので、私はやっぱりキャンプシーンでお困りごとといえば、足が寒い、冷たくなるのが嫌だったんで、あったかい靴下が欲しいなって思いましたね。でメリノウールの厚手のやつだとポカポカしていいんじゃないかと思ったんですけど、そういうのって普通に売ってたりもするんですけど、実際履くとね、あったかいんですけど、運転中とか昼間暖かい時間帯本当に暑くて蒸れるんですよ。というところから、薄手の靴下と厚手の靴下の組み合わせを考えたんですけど、他にもいくつか案があってね、それでライブ配信会議をやって、で皆さんからもたくさんのご意見いただけて本当にありがとうございました。動画の中でも言ったんですけど、難しいのがあったんですけど、難しくないやつでもカイロポケットとかね、いいなって思ったんだけど作れなかったですね。なんとなく動画で濁して話しましたけど、まあわかりますよね、すでに世の中にみたいな話ですよね。それでも重ねて履く前提の靴下って見当たらなかったので、特許関係もないようでしたから、これならいいんじゃないかっていうことで進めてもらいましたけど、その吉谷靴下さんに発注することになってから取材に行ったんですが、靴下工場の方で社長さんとか部長さんからいろんな話を聞いた様子は動画にまとめたままですけど、本当にこだわって作ってるんだなっていうのがよく分かりまして、非常に面白かったのとともに、その後ね、届くサンプル品の靴下履いてるとやっぱりね、いいんですよ。普段自分が履いてたものとは違う、ぴったりフィットとしてるよりももうちょっと緩い感じなんだけど、緩いのにずれてこないみたいなね、不思議な感覚のインナー靴下ですし、キャンプの時に持っていったねアウターの靴下履いたら、まあ本当にあったかかったですよね。私履いてる靴がエンバーモックなんで、中綿が入ってて靴としてもまあまああったかいんですけど、それでもねローカットなんで、足首から上は寒いはずなのに、あれ履くとね本当にポカポカして快適でした。やっぱりああいうストーリー見せられてから、そこがね考えて作ってくれた靴下が届いて実際履いてみると、やっぱり違うなーって感じるところが多々あって、靴下ってね奥深いんだなって思いました。私としてはね、今回のコラボ非常にいい経験でしたけども、ただ実際はね、上着とかパンツに比べたら靴下っていうのはどうしても脇役になっちゃうと思うんですよね。だって私が初めて聞いた時も靴下ってなりましたから。もちろんね、靴下がもともと大好きな人たちもいると思うんですけど、反面ね、私みたいに普段あんまり意識してないっていう人の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、特に意識せずに、まあこれでいいかみたいに適当に靴下を選んでても、そんなに困ることないというか、実際私もそうだったんですよね。それに服よりも安く買えるから、なんか適当に買いつまんで買っていくじゃないですか。でそのうち、ああこの靴下がなんとなく自分に合ってるなっていうものが定着してきて、それを意識せずによく履くようになるっていう感じだったんですけど、まあでも今回靴下の奥深い世界を覗かせてもらって、こんなのがあったらいいなって思うような靴下を実際に作ってくれて履いてみたら、やっぱり一味違うなっていうものでした、という今回のコラボの感想です。それでは今日はここまでになります。おやすみなさい。